今から絵本天からの贈り物を、オンラインショップに商品として、販売するための掲載の手順をお伝えするんですけれども、今回ご紹介するのは、オンラインショップハンドメイド通販販売クリーマーさんですね。このクリーマーさんのサイトでの販売方法の手順をお見せしていきたいと思います。クリーマーさんは今で2年ぐらいお世話になってるんですかね。最初はベースっていうオンラインショップを利用してたところからミンネも始めるようになって、ミンネの方が長いんですけど、クリーマーっていうのもね、1年半前ぐらいかな、知って始めていったら、ミネとクリーマーが結構私の中では、受注がいただけるようになってきていて、中でもクリーマーさんの方が結構最近は少し伸びがいいかなという感じです。で、ここにですね、ボクパグ工房、ここでですね、私のショップボクパグ工房って言うんですけど、ここからですね、商品を出品していくときに、ショップはここにこんな感じで、今315商品ぐらい並べているんですけど、またよかったら見てみてください。で、お客様のね、このレビューなんかもいっぱい、もう277件ぐらい、レビューをいただいたりしてます。はい。で、商品をこれからね出品していくんですけど、ここですね、一番上に出品するっていうところがあるので、ここクリックしてもらいます、まずね。はい。で、ここに作品のタイトルを入れるんですけど、はい、ここに、絵本天からの贈り物ってね、こう入れるんですけど、60文字以内で絵本天からの贈り物、こちらですね、文部科学大臣賞受賞作品なんですね。はい。なのでこれもきちんとアピールで、2番目ここに作品写真っていうところがあるので、これをですね、前回こういうね、何カットか撮った写真があるんですけど、この写真ですね、今ちょっとだけお見せしますけど、はい、もうちょっとちっちゃくしようか、はい、表紙とか裏表紙とか、中表紙、この絵本のちょっとダイジェスト的なものをね、何枚か写真撮って画像調整して、ある程度歪みとかを整えた画像、最後サインも入れたりしてます。はい。こういうものとか、はい、こういう写真をですね掲載していくんですね。うん。はい。で、これをですね、ここ掲載していくときは、ちょっとこうギュッとちっちゃくしてもらって、はい、ここに作品写真を入れます。ここに画像をドラッグ&ドロップなので、この何枚かを全部ここにドラッグ&ドロップで入れると、ここに写真がダーッと入ってきます、はい、読み込んでいってくれてます。うん。こんな感じで入りました。で、カテゴリーは、アートになるかな。アートですね。小冊子、本当に小冊子でも残り3冊なので、はい、1000部だけしか作ってなくて、もう残り100冊切ったので、大島絵本館が発行してるんですけど、そこからはもう金沢さんには下ろせませんって、ね、缶で販売するものがなくなってしまうのでということで絶版に なりました。で、作品紹介文っていうところは、だいたい500文字以上はね書いた方がいいかなと思うんですけど、はい、書いときます。ラスト3冊本当に煽ってるわけではなくて、本当にラスト3冊しかもう今在庫がないんですね。で、購入者プレミアム特典付きという感じで、おまけなんかもねつけようかなと思ってます。で、
まあ、この大島絵本館で発行しましたよっていうことと、まあその文部科学大臣賞の審査員が、手袋を買いに奈良の黒井先生ですよというようなことを書いたりしています。一般の方はこのタイトルと絵だけ見て、わからないので、社会的評価っていうところも信頼とか後押しになると思うので、こういう、ものがある作品については載せていったら方がいいかなと思ってます。はい。で、現在絶版となっており、射水市大島絵本館のみで残りわずかですが取り扱いがございます。僕パグ工房が、入手した最後の絶版希少絵本を販売いたしますということで、3冊だけなので、で本当にくどいですが、こちらで販売できる最後の絵本になります。世界中探してももう他にはありませんという感じですね。はい、という感じで書きました。で、定価はですね、定価が1200円なんですけど、ここでは税込みの数字を打ち込みます。1200円に120円の税を入れて、書いておきます。で、在庫が3冊なので3冊で、オプションはラッピングですかね。お友達用に、ラッピングしたいなっていう人に向けて、0円でラッピングしてあげています。はい。で、素材は、まあ、別に絵本なのでね、紙なんですけど、紙段ボールで、カラーはなんかね、茶系の絵本だからちゃう。ここら辺あんまり意味がないんですけど、ここでタグでですね、いろいろターゲットとか選べるんですね。女の子とか、小学校低学年とか、幼児さんとかですかね。あとはイベントギフト、卒業式とか、なんか入学式、お子さんのシーンとかですかね。入学式とか、ちょっとこんな感じで、制作手法は、ちょっとこのハンドメイドなのでですね、刺繍、編み物とかそういう系が多いんですけど、水彩とかね、水彩、はい、まあこんな感じで、なんか いくつか当てはまるものとかね、シカっているのかな、シカはいないですね。動物ものだよ。はい、まあ、こんな感じで適用します。で、このキーワードタグっていうのがいろいろあるんですね。で、まあそれによって近い人に、こう引っかかるというか、その自分のブラウザに上がってきやすくなるんですかね。で、再販依頼は受け付けられないですね。ないので絶版なので。で、ギフトラッピング、無料。作品発送地域、うちは兵庫県なので兵庫県です。海外発送も可能なんで、今のところ不可にしておきます。で、送料は、はい、ここでですね、絵本って結構重たいので、重たいんですけど、クリックポストがいいですね。クリックポストは1キロ以内185円なので、はい、で、ちょっと梱包費込みで198円にさせてもらってます。で、発送日目安は1日以内にしていた方がお客さんは喜ばれます。はい、で、ちょっとまだ、これですね、海外での販売も私やってるんですけど、ちょっと送料の設定がまだ絵本の方が設定できてないので、ここではまずまだやっと、外しておきます。日本国内でのみ、
販売になります。で、備考欄とかですね、ちょっと色味が画面とちょっと違うかもしれませんよとか、なんかその何か注意事項とかあるんであれば書いておくという感じになります。で、ここまでですね、一連の流れができましたら、入浴内容の確認をクリックしたら、こんな感じでですね、絵本が、アップされますよみたいなね、ここクリックしたら商品がこうやって並べられてて、あとはね、こんな紹介文とかお値段で、ラッピング選択ですね、ラッピングありなしとかを選択できるようになるんですね。はい、でそれができたら、出品ボタンを押したら出品できます。はい、今出品できました。じゃあこれがですね、私のボクパグ工房のショップの管理画面なんですけど、この登録作品一覧のとこですね、登録作品一覧の一番上のところに、先ほど登録した絵本の、販売商品が並びました。で、過去にですね、掲載していた分がだーってこう下の方にね続いていってるわけですね。はい、で、ここが今16ページまであって、商品がまた増えましたっていう感じです。一番初上作で、古い絵本なんですけど、まあ、絶版絵本ということもあって、ウェブショップに載せてなかったんですけど、今回絵本の販売の仕方を少しレクチャーしたいなと思ったので、これを機にクリーマでも販売をしました。ラスト3冊になります。よろしければぜひその3冊を、どなたかお持ちください。では、ショップで待ってます。ありがとうございました。